こんにちは。私は、和歌山県高野山、管理職ユニオン、関西、少々新委員会の、並木と申します。今、高野山というのは、皆さんご存知の方も多いと思いますが、弘法大師が開かれた霊山なんですけども、この霊山の中でですね、住職の乗っ取り問題ということが起こっております。今後3万人栗高尚氏が、今私がこの所属する少々新委員の、名ばかり住職となって、実際にですね、少々新委員の、現金を持ち出しておくという問題が起こっております。そして我々従業員に対して、全員解雇というようなことを言ってきまして、それからこの管理職ユニオン関西の、皆様のご協力をもとに、この少々新委員会を立ち上げ、皆様の援助をいただき、先日も、高野山でデモ行進をさせていただきました。第1回は雨天の中、たくさんの方が来ていただいたのに続き、4月の17日に第2回を行い、この、来て集まってきた皆さんの中には、大阪、京都、名古屋と、ビラの配布にもですね、ご協力をいただきまして、この場を借りて本当にお礼を申し上げます。本当にありがとうございます。この機会をもちまして、多くの方にですね、霊山である高野山、本来でしたら人を救わないといけない、寺の住職が一つのお寺を乗っ取って、そこに勤める従業員全員解雇しようという、そういったことをしようとしている僧侶がいるということを、たくさんの方に知っていただきたく、このような場を、設けていただきました。本当にありがとうございます。皆さんにぜひ興味を持っていただくだけで、私たちの力になりますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。